おはようございます。今時間が7時で、今からね、ジムに向かいます。ご飯はちょっと一食食べたっていう感じなので、いつも通りの朝トレですね。で、久しぶりにちょっとフィット24に行ってみようかなってことで行きます。ちょっと細かい話とか最近の話っていうのはこの後というか、トレーニング終わってからできればなと思いますので、一旦今日は肩トレ行ってきます。You are
myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. トレーニング終わりまして、今ね、時間が10時前ですね。はい、まあ、ちょっとこれから帰ってお仕事っていう感じです。今日は、まあ、ちょっといろいろというか予定があるので、まあ、オフシーズン入ったのでね、ちょっといろいろなお誘いもありつつボディービル集中していく一日をお見せできたらなと思います。では自転車で帰りたいと思います。帰ってからシャワー浴びて、トレーニング後のね、タンパク質と炭水化物の補給をします。減量の最後の方にね、オートミールを買ってて、まあ、結局そんなに食べずに終わってしまったんですけど、夜ご飯オートミールにしたりとかねしてて、まあ、それが余ってるのでそれを食べて、これを食べてるんですけど、まあ、なんかね意外と悪くない。昔はすごい嫌だったんですけど、で最近あのオフシーズンに今週から入ってるんですけど、マクロファクターをね使い始めました。はい、オフシーズンになんかこうやって計算とかしたことなかったし、なんなら減量もねそんなに計算したことなかったんですけど、ちょっとマクロファクターを使い始めました。で一応目標が2851ってなってるんですけど、なんなら昨日は3300、一昨日は2900感じですね。まあ使い始めて3日目っていう感じなので、まだあの AI がちゃんとしてない、あの自分で前もって入力した情報で出されてる数値なんですけど、だいたい維持カロリーが2700から2800ぐらいだなって体感してたら、その通りにこれが出たので、で今維持してるっていうよりは、まあ、増量っていう目的で今打ち込んでます。ただ体重がね、あの水抜ける前、体重コンテストの前の水抜ける前で73キロだったんですけど、今で74キロ。1キロですね。まあ、食べてる量もだいぶ多い。減量の最後の方1700キロカロリーとかでやってたんですけど、今は3000ちょっとで、全く体重も増えないし、なんならなんか、今の方が感覚はいい。まあ、絞れることは多分ないんですけど、今の感覚が良くてですね。はい、まあ、この調子でねやっていきたいと思います。ちょっとトレーニングのことについてはまたちょっと別の時間に喋りたいと思うので、一旦ちょっとこれをねいただきたいと思います。すごいなんかデザート食べてるような感覚で食べれるからすごい嬉しい。
40分。今日の3食目かな。はい。で、ご飯 200g と鶏むね 200g って感じ。いつも見ていただいてる方は気づくと思うんですけど、オフシーズン用にね、増やしてます。増やしてるんですけど、体重がね、なんか、仙台で割と、まあそんな食べてないけど、まあ好きなもの食べて、牛タンとか、ずんだ系とか、あと、パンとか、まあそういうのを食べて、割と食べたんですよ。で、75キロぐらいまで増えて、プラス2キロぐらいですね。増えて、そこからじわじわ落ちてって、今74。で、もうすぐ74切りそうなので、また元に戻りそうっていう感じなんですけど、不思議ですね、体って。食べる前に、今日が、肩トレ。で、サイクルをね、もう変えて、一部位曜日固定っていうやり方でずーっとやってたんですよ。で、なんでそれだったかっていうと、サラリーマンの方はわかると思うんですけど、時間は作るしかなくて、自由性がないんですよね。だから、曜日固定して、ある程度、その一週間のサイクルを作って、ジム行くしかないですけど、普通の会社員だと。で、ずっとそれでやってたんですけど、まあね、7月末まで僕、リクルートっていう会社にいて、そこもフレックスだったんですけど、まあ、暗黙の了解で時間が決められてたりとか、まあ、夜中までやってたりとかして、本当に朝のちょっとしかできないっていうのを、3年弱やってまして、で、まあ、第一生命にいた時は、あんまりトレーニングすらできなかったので、リクルート入ってから、いろいろ、まあ、クラシックフィジークに挑戦し始めたのと同時に、トレーニングを再開できたっていう感じで。で、まあ今また環境が変わりまして、比較的ね、これに関しては両立がしやすくなったのが8月からっていうのもあって、はい、サイクルを変えました。ずっと2年、3年ぐらいずっと曜日固定でやったところサイクル変えて、まあ、曜日固定に近くなるけどね、どうせ。1週間って7日しかないから。で、しかも足をやらなきゃいけない。フィジックの時と違って、足を適当にできないので、なんなら僕の弱点だし、ここ埋めないと来年また決勝に戻るってことができないから。で、今のサイクルが、今流行りの、持田くんの、まあ、YouTube とかで見ていただければ話してると思うんですけど、プッシュプル足、プッシュプル足っていう感じで回すように変えました。もともともう曜日固定でバーってやってたんですけど、どうやってやったかっていうと、今は胸3頭パンプ、背中2頭パンプ、頭を足の前ですね。今日になるんですけど、プッシュ戻って肩。で、明日、まあ、プルというか、まあ、腕、メイン。で、ハム。で、この6サイクルで回すって感じですね。まあ、理想2オン1オフ、3オン1オフ。まあ、上半身、足ってなるので、意外と、足の日って体動くなっていうのが今週の感想なんですけど、やってみた感想なんですけど。まあね、そんな感じで再開しました。まあ感覚はすごいいいし、トレーニングのね、種目を一個一個見直して、動作見直して、勉強し直して再開しました。トレーニングをダラダラするのもやめて、時間きっぱり、レストも守って、やってます。だから人と喋りたくないっていうわけじゃなくて、最近僕、ジムで、まあジムであんまり人に会わないけど、ずっとヘッドホンしてやってるのは、まあ、集中するためっていうのがあります。イヤホンとか、ここにエアポッツありますけど、イヤホンとかだと僕、外耳炎に3年前ぐらいになっちゃって、トレーニング中ちょっとつけるの怖くてやってないんですけど、だからヘッドホンしてやってて、まあ、最近は集中するためにそんな感じでやってます。オフに入ってエネルギーがすごい溜まってるっていうのもあって、今調子いいだけかもしれないんですけど、まあこれをしっかりね、アップデートしていっていけるようにしていきたいなと思います。はい、っていう感じですね。お腹空きすぎてるのでご飯食べさせてください。はい。全然ね、まあ、体脂肪も乗ってないんですけど、カラーリングがやばい。映んないなぁ。映ってる？映ってたら嬉しい。美肌のね、あれが入っちゃうんですよ。そう、ソニーのカメラは。はい。ちょっと映ってるかわかんないんですけど、めっちゃ汚くなってて、ここだけは赤すりとかよく擦れる場所なので撮れてるんですけどね。いただきます。の前に、炭酸、ウィルキンソン炭酸。ジュースとか全然飲んでないです。お菓子も食べてないし、パンも食べてないし、なんかこれぐらいいいかなっていう食材のズレとかも全くまだしてないです。
なんかする気にならない。なんか自分が不甲斐なさすぎて。じゃあいただきます。めっちゃうまそうじゃない。めっちゃうまい、めっちゃうまい。あの風船ガムのグレープの味する駄菓子のね、人工甘味料だからそうかって感じなんですけど、最近チリソースをずっとかけてて、ケチャップうちなかったんで食べたくてケチャップ買ってきました。今日声優でケチャップうまいね。23時です。はい、最寄りまでね帰ってきてしまったんですけど、さっきまで新宿にいました。会食がちょっとありまして、はい、まあ焼肉だったので、まあ、そんなに影響出るものでもなく、まあ、ちょっと合わせてくれたっていうのもあるんですけど、まあ、焼肉をちょっとねいいとこだったので、あんまり量は食べてないから、一応マクロファクターにもなんとなくで記録は入れたんですけど、炭水化物を全く入れてないから、うん、なんかカロリー的には今日ね全然取れてないっていう感じ。はあ、もう暑すぎてやばい。もう汗がもう映るわけないか。暑すぎてやばい。はい。でまあそうですね。まあちゃんとなんかこんなオフシーズンちゃんと、まあまだ1週間だから、うん、何言っとんじゃって感じだと思うんですけど。うん、なんか去年はね終わった瞬間、やっぱ去年は6位以内っていうところを目標にしてたのもあって、目標達成できてよしってなって気緩んでたわけじゃないですけど、まあ、食事をね多分過去一緩んでたんじゃないかな。タンパク質もとりあえず PFC に書いてあるやつ取れればいいやとか、今みたいに胸肉からどんぐらい取るとかも考えてなかったし、まあでも体はね成長したと思うんですよ。まあそこじゃない部分がねだいぶあったんで、まあ、今年はね、まあ、なんかちゃんとどれだけやれるかってところというよりは、まあ競技人生のねなんか狭間というか、ここでちゃんとできなかったら終わりっていう気持ちでやっていくしかないし、今年の結果だから何言われても仕方ないなぁとは、まあもともとね誹謗中傷みたいなやつは、まあこうやって発信してる以上ね、多分有名な方いっぱいいると思うんですけど、いっぱい来てると思うんですよ。僕でも来るんで、まあそういうのもあって気持ち強く結果出さなきゃって毎回思うのはいいプレッシャーだなぁとは思いつつ、まあ悪い方に行ったら意味ないからね、来年こそって気持ちは変わらないです。ただ福井の時終わった時みたいにゴリゴリ落ち込んでるっていうのはなくて、まあ、ちゃんと切り替えられてる、切り替えというか次に向けて歩むことはできてるので、まあ、しっかり成長した姿見せられるように頑張ります。はい、まあ仕事もねしっかり頑張って、競技も頑張って、趣味とか好きなことも頑張っていけるように、まあちょっと元気だよっていうのを伝えたかったのと、まあいろいろね新しい取り組みとかもしてるので、またそういった結果とかは、結果途中経過に関してはお伝えできたらなと思います。はい、という感じでちょっと今公園のライトの下にいるから明るいんですが、もう辺りは真っ暗です。ってなわけで、とりあえず大会が終わった最初の1週間目が終わりました。終わりました。平日5日間が終わりました。はい、ってなわけでここまで見てくださった方々ありがとうございます。まあ、チャンネル登録とね高評価、まあ、コメントしていただけたらとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。